どうも、ナオチンです。さあ、今日もメガトン級武蔵やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は超5級ミッションクリアしていきましょう。今日攻略するのは、ここです。幽翼の獅子だね。ここがかなり難しいっていう人多いんではないでしょうか。でも慣れてしまえば、1分半ぐらいで倒せるので、全然余裕です。めちゃくちゃ余裕。では、幽翼の獅子、メガトン級、行ってみましょう。それでは、始める前に装備を見ていきましょう。今装備してるのが、ガウディアセットだね。ガウディアセットは、セット効果で、クリティカル率、そしてクリティカルダメージがアップします。かなり攻撃的な防具となってますね。そして、拡張、すべてに、クリティカル攻撃のダメージ、これが入ってます。なので、クリティカルが出た時のダメージがものすごいですね。で、重要なの、武器ですね。こいつの弱点は、斬撃なのよ。斬撃の雷が弱点なんですけども、使いません。こいつは、遠距離で戦った方が断然早い。遠距離がいい。まあ、近くで戦うと、被弾して、ちょっとね、戦いにくいんだけど、遠距離だと、もうほんとね、雑魚的になりますね。うん。まあ、雑魚とはちょっと言い切れないんだけども、まあ、雑魚ぐらいの弱さになります。これがおすすめ。マッドブレイカー。これが絶対おすすめです。もうでかい敵に対しては、もうマッドブレイカー一択でいいと思います。で、弱点をつくように、雷のマッドブレイカーを準備してください。で、マッドブレイカーは段数が6とかなり少なくなってますので、拡張で総段数がアップするやつを3つつけてください。うん、3つつけるとちょうどいい感じになるのでおすすめですね。では、これを使っていってみましょう。それでは、行きましょう。とにかく近づかないこと、それが重要です。一番画面端にいてください。で、この時も、サークルとサークルの間にいれば当たらないので、そこで耐えてみてください。うん。ちょうど真ん中にいると当たらないので、大丈夫です。で、これが来た時が若干横に移動すると安全な場所があるので、そこで、耐えてみてくださいね。で、HP はね、別に回復させることもないです。うん。全然やられていいので、どんどん攻撃していきましょう。で、俺のおすすめはクリティカルを入れること。クリティカルファクター、これがめちゃくちゃいいです。で、クリティカルファクターを入れて通常攻撃を打ちながら、アイシクルミサイル、これを連発だね。とにかくアイシクルミサイルとこの通常攻撃が強すぎる。もう見る見るうちにダメージ減ってるのが分かると思うんだけども、うん、こんな感じですね。よっしゃ、ちょうど真ん中で耐えるようにしてください。で、ビームが来たら若干横に移動して安全な場所を探してくださいね。あ、リロード。よっしゃ、もう少しでフィニッシュでーす。はーい、もう覚悟ゲージとか溜まる暇もなく倒してしまえるのでめちゃくちゃいいよね。最初実際これ倒すのすごい時間かかってたけども、慣れてしまえば、全然余裕です。ああ、今回ちょっと遅いな。覚悟が溜まっちゃった。よっしゃ。でももう、これで、フィニッシュです。終わりか。もうちょいか。おっしゃ、終わった。終わった時に、やられちゃった。まあでも、倒したことになるので大丈夫です。もうとにかく、近寄らない。近寄らずにもう一番後ろからバズーカをボン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 撃って、アイシクルミサイルをボン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 撃つ。これで大丈夫です。あー、ちょっと遅かったな。今回のクリアタイムが1分55、だいたい1分30秒ちょっとで倒せるので、はい、まあこんな感じです。雑魚っぽかったでしょ。こんな感じになります。そして今回の攻略で一番重要と言っても過言ではない。それがね、パイロットのスキルです。パイロットスキルがね、これかなり重要なのよ。
レイジが持ってるこれ驚異的な集中力、射撃攻撃が命中するたびに PP が 0.5% 回復するっていうやつですね。これがかなり重要です。これを入れてないと必殺技を連発することができないので、これは絶対に入れるようにしてください。ただこれをね、覚えるのがちょっとめんどくさかった気がします。記憶操作の人をね、10人助けないといけなかったんだよな。なので、ちょっと難しいと思います。でもね、レベル2とか3でもまだマシなので、まあ、とにかくこの驚異的な集中力、一つは、入れておいてください。はい。ということで今日は超ド級ミッション攻略していきました。あそこはね、最初難しかったけども、慣れてしまえばめちゃくちゃ簡単です。で、そして、あそこ最強防具、最強のパーツが出るので、周回は必須ですね。これが出ます。武蔵王。もうチート装備って言っても過言ではない、めちゃくちゃ強いパーツがあそこ出るので、これとか、手も出てるね。これとかね。出てるので、周回するようにしてみてください。まあ、ちょっと防具とかスキルとか、めんどくさい部分があるんだけども、やれるようになると、めちゃくちゃ簡単です。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。